はい、こんにちは。これは空ですね。雲一つない秋晴れですね。成田空港から飛び立つ飛行機が、機影が見えますでしょうか。これだと見えないのかな。くっきりとですね、近くに見えますね。それぐらい真っ青ですね。はい、ということで、イクビオハウスの前で種まきをしております。春キャベツですね。こんな感じでですね、キャベツの種をまいております。ペーパーポットにですね、土を入れまして、育苗の土ですね、こちらでガサガサと手で育苗の土を混ぜましてですね、そして、このようにペーパーポットに土を入れて、で、あとは種をまいていきますね。ちょっとやってみますかね。よいしょ、ちょっと片手なんで難しいんですけども、よいしょよいしょよいしょ、このように一粒ずつ、これが種ですね。わかりますでしょうか。はい、こんな感じですね。アップにしないとなかなかわかんないんですけども、一つ一つこのように、一つの穴に、一個ずつ種をまいていきますね。なかなかですね、細かい作業なんですけども、ずっとこうやって一つのところに一粒ずつ撒いていきます。種高いですからね、できるだけ効率よくするためにですね、無駄なく撒いていきます。こんな感じですね。はい、で、あとですね、覆土ですね。僕はバーミキュライトというのを使うんですけれども、これですね。で、このように巻いていきます。パッ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 ですね。まあ人によってですね、育苗というのはまさにいろんなやり方、いろんなものがありましてですね、皆さんそれぞれ、自分なりに工夫してですね、一番いいやり方っていうのを模索してやってるわけですね。で、これがですね、一粒がですね、一個のキャベツになるわけですね。これで苗を作りまして、畑に植えて、最終的には春ですね。これは5月4月の終わりから5月を狙ってるわけなんですけども、キャベツになります。順調であればってことなんですけどもね。こんな感じで一つ一つ丁寧にやっています。まあ僕ぐらいの規模ですとですね、まあまだ手作業でなんとかこなせるレベルですので、このようにできるんですけどもね、もう何十ヘクタールとかってやってるところはもうない。なんかはね、自分とこで作らずに買ってきたりいろいろしますけれどもね。ということで、このようにまあ簡単そうに見えますけどもね、意外とこれやってみると慣れるまでは結構時間かかります。ということで、こんな感じですね。あとはこれを水につけて完成となります。これが春キャベツでしたね。ということで、そんな百姓農園の種まきの一日でした。それではまた。